それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。なぜ彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見るとどう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。あれ？誰からだろう？ナオトさんから？ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。あんなこととかこんなこととか。あなたなかなかいい顔をしているわ。ちょっとしのぶさん。あなたは今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田しのぶです。ああ、みやこさんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより聞きたいことがあるの。みやこさんは？彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。またそんな事件が。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後オフ会のメンバーが集合し、シルバーが殺された。5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが飽きた少年を殺し、メンバーの中に潜り込んだんです。え？チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、そんなことはありません。インターネット上にあるもので、絶対に誰からも見られることのない領域なんてものはないのです。つまりハッキングによって今日のオフ会を知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そうです。セキュリティなどによって被害者には見えなくなっている領域に何らかの方法で侵入することよ。ありがとう、ナオトさん。参考になったわ。それでミヤコさんは？さっきジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。自販機は遠くにしかないからしばらくは帰ってこないんじゃないかしら。じゃ、失礼。あ、ちょっと待って。ちょっとかわいそうなんじゃないかな、せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。
そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば、誰でもメンバーの一員であるふりができた。そういうことになるわ。直人さんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。わかった、やっぱりみやびたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして、彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか。そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど、何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の雅だったとしたら。こっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。そうだ、きっとそうだったんだよ。何？どうしたの？やっとわかったんだよ、シルバーが手に持っていたカードの意味が。本当？あれはザップのことを言ってるわけでも、立花さんのことを言ってるわけでもなかったんだよ。シルバーはメンバーの中にメンバーの仮面をかぶった部外者が入っているってことを言いたかったんだよ。そっか、なるほど。あ、私もそうじゃないかと思っていたのよ。だとすると、シルバーはなぜミヤビが偽物だということに気づいたのかしら。他のメンバーは全然気がついてなかったみたいじゃない？そういえば、今度は何？シルバーは死ぬ前に僕のところに来て、みんなが撮った画像を見せてほしいって言ってたんだ。これがミヤビの撮った写真。どこも変なとこはないような気がするけど。これがシルバーの撮った写真。シルバー本人が撮った写真を見て意味があるの？そしてこれがカイさんの撮った写真。他のメンバーがいいって言ってたやつね。で、これがザップの写真。大抵ね。そして、これがヤマトさんの撮った写真。これで全部だ。でも、どうしてそうまでして紛れ込む必要があったんだ。やっぱり何かの復讐かもしれないわね。もしくはただの遊びか。ハッキングするような人ならその可能性もあるわ。
でも、もし爆弾犯行グループを恨んでの犯行だとすると、残りの3人が危ないわ。あれ？ヤマトさんだけ？他のみんなは？どうしたの？そんなに慌てて。ヤマトさん、正直に話してほしいことがあるんだ。なんなのよ、一体。1ヶ月前に起きた公園の爆破事件を起こしたのは君たちなんだよね。落ち着いて聞いてほしい。さっき園内でまた一人僕らと同年代の少年が遺体で発見されたんだ。遺体の少年は君たちと同じ携帯ストラップを持っていたんだ。そしてそばに落ちていたリュックには彼の遺書が入っていた。公園の事件、君たちがやったんだね。ヤマトさん、シルバーが死んだ時からいつかバレるんじゃないかと思ってた。本当にあなたたちがやったの？だけど、その彼は一体誰なの？だっておかしいじゃない。私たちは5人ちゃんと集まっているのよ。あなたたちの中にハッカーが紛れ込んでいたのよ。ハッカーが？さっき見つかった遺体の少年が持っていた携帯ストラップのアルファベットは M。彼だけ遅れて合流したことを考えても偽物の可能性が高いわね。そんな、なんでそんなことを。とにかく、あなたも狙われている可能性があるわ。みやびはどこ？警察の人に園内から出なければここにいなくても構わないって言われて、みやびはどっかに行っちゃったわ。ザップとカイも探しましょう。一体どこに行ったのよ。もう警察に言うしか。何言ってるのよ。それじゃあ私たちの力で事件を解決するチャンスをミスミス逃しちゃうことになるのよ。だけど、こうしている間にも次の被害者が出るかもしれないんだよ。桃井君の言う通りよ。私たち3人だけで闇雲に探すより警察の協力を仰いだ方がいいわ。今は一刻を争う時なのよ。
わかったわ。あ、美和子さんですか？お話があるんですけど。なかなか来ないね。ちょっと橘さん、私も探してくるわ。下手に動かない方がいいって。おとなしくここで待ってようよ。そうよ、あなた一人動いたところでどうにもならないわ。そんなのわからないじゃない。もう落ち着いてなんていられないわ。大丈夫かな。なんだ。爆発音だわ。たった今、観覧車で爆発が。宮子様が巻き込まれたようです。え？今救急車を呼びましたが、重傷です。そんな。適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから、心して聞いてね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。まあ普通ってとこかしら。次は判断力の評価よ。まだ希望は残ってるわ。ここでこの評価はちょっと辛いわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたは何よりも判断力を向上させることに集中するべきだわ。考えて答えを出しても結果が伴わなければ意味がないわ。それはそうと、私もう爆発はこりごりなの。次はちゃんと助けてよね。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。
Thank you.